そんなに僕たちの力が見たいのか。試験弾66号発射、弾道安定、モーター燃焼終了、滑空中、バリュート展開、減速降下中、ピッチアップモーター始動、魚雷リリース、魚雷目標捜索中、魚雷追尾モード、まもなく命中するっす。目標に命中。バスロックはこんなもんでいいかな。アンチサブマリンロケット、近距離の目標には迫撃砲と同じように仰角を高めにして最大仰角発射、上に参ります。モーター燃焼終了、滑空中、バリュート展開、減速降下中。このまま着水して切り離すと海底に突っ込むから、海面到達直前にモーターでピッチアップさせる。ピッチアップモーター始動。ピッチアップさせることで目標方向に魚雷の頭を向けて、目標捕捉確率も向上、母艦にご誘導されることも減る。魚雷目標探知追尾中。あ、魚雷は相変わらずユニット魚雷。お借りしてます。ターゲットは不時着水した AI 機。着難。これで長距離目標撃破の時間短縮になる。さっきみたいな近距離なら直接狙った方がいいかもだが、1キロ以上先ならアスロックが便利だな。高点下試験。強風だと風に流されるな。あまり仰角つけて打たない方がいいかもっすね。向かい風だと自分の方に返ってくる危険が高くなりそうだ。 IFF 付きの魚雷もあるらしいっすよ。いや、弾がでかくなると厳しいのよね。風向計と連動させて風上から撃てないようにしておくか。まだまだ各種試験が必要っすね。まもなく魚雷到達。さすがユニップ魚雷、よく当たるっすね。ちなみに標的はゴミ収集船と同じベースの双胴船。シールド機能を増強して完全防御。対魚雷シールド。シールドが固定式だから速力ゴミっすね。いや、抵抗が大きくて流されないから標的に最適なのよ。シールドを可動式にしたら、なんで沈みかねない標的船にそこまでギミック追加せなあかんねん。うえっす。前に修理ブロックが追加されたが、もちろん搭載していない。で、前置きが長くなったが、スタボーセカンド V。レスキューに限界があるって文句言われたので、レスキュー用途から外して対戦哨戒機にします。しました。ナルベリー号級不可避。飛べる船から正式に V トール飛行艇に進化させた。対戦 V トール飛行艇。TVNSB2。スタボーの名残は機内の床くらい。こだわりのディッピングソナーを搭載。ソナーはスタボーセカンド V 時代と同じ枠所からの借り物。水上目標ならレーダーの方が確実なんだけど。青い点がソナー、緑がレーダー。ソナーもちゃんと機能している。武装は単魚雷。ユニット魚雷。命中。対艦ミサイル。これまたユニット製。もう武器の根っこは輸入でいいよな。かもっすね。水上目標ならアスロックよりこっちの方が手早いな。アスロックの減速機能やめたらいいんすよ。バカおめえ、アスロックのパラシュートがいいんでねえか。うっす。固定武装は機種のガトリング。弾倉はラージにスモール4の大容量。大容量な分固定式になったかな。しれっと民間機撃墜してんじゃねえっすよ。あとロケット弾ポットも固定装備。4連装ポット4つを両翼に装備。燃費重視でレシプロのくせに。 V トールで飛行艇でこの武装。サイクラー兼装備じゃなかったら引き取り手に困るっすね。南米の麻薬取締局とか見売れそう。反没型密輸艇とかかるの。蛍光サムに撃墜されそうっすね。でんで、この機体の最大のこだわり、ディッピングソナー以外にもこだわりが。胴体の容量を生かして爆雷を乗せた。爆雷投下。一発が起爆前に吹っ飛んだ。指定深度に到達しないと起爆しない。新艦はちゃんと動作しているな。ていうか津波来てるっす。
一旦退避。高度100くらいでいいかな。高度維持装置の目標高度変更。上昇退避しているうちに装填しておこう。爆雷は8発搭載。震度調整は個別に入力するから、装填も手作業。取っ手を掴んで押し流す。最後は体重かけて押し込む。こちらもどうぞ。装填は機械化しないんすか？わかってないな。手作業で武装を接続するのがいいのよ。飛行機の武装シーンとかで整備員たちがパイロンに手作業で接続するの好きなのよ。ほえー。爆雷は気圧高度計に連動しているから、津波の中に投げても、水面下何メートルといった条件では爆発しない。水圧系ないんすか？知らないだけかも。爆雷は気圧高度マイナス5メートルで起爆する。かなり深いところで爆発したっすけど。津波が100メートルだからな。あ、標的船が沈んでる。降下してソナーの性能を確認しよう。降下中に自弾装填しておくべ。高度維持装置大活躍。装填レール上げてーの。ハンドル掴んで押し出して。ちなみに、何度か装填を楽しんだ後、結局自動装填装置を追加した模様。レール接続解除しーの。装填レール下げてーの。震度入力。海底までの震度ってどうやって測るんすか？ディッピングソナーにディスタンスセンサーつけて、大まかに計測したらいい。ウェポンベイオープン。投下用意。あのスタボーがすっかり撮影の塊になってるっすねー。投下。効果あったんすか？わからん。本来の爆雷みたいに爆圧ダメージないから。資金弾ではなくて、がっつり命中させんと意味ないかもしれん。それなら震度じゃなくて、マグオールで接続して起爆とかの方がいいのでは？かもな。ディッピングソナーのロック解除して効果。ハードポイントコネクターで固定してあるんすか？巡航中に荒ぶると壊れそうだからな。ねじれ防止でウインチ2つ使ってる。右前方に反応。レーダーには反応せず、ソナーにのみ反応。ちゃんと動作しているな。ドラドラ。あれだな。しかし、アプデで新型のソナーが追加されたそうっすけど。ああ、ワクションに使えそうなのあったら使うわ。打撃本願。それより、ようやく空対戦作戦行動ができる機体を用意できた。かなり前から空対戦ミッションやりたいって言ってたっすよね。84ゴジラでディッピングソナー使ってるシーンで興味持ってから、対戦ミッションに興味持って、コンペキや旭日でこじらせた感じ。爆雷とか旋空の影響受けてるっすよね。あ、ちなみに座席はソナー操作用に回転座席にしてある。ワンオペゆえの作業量対策。コクピットが結構余裕あるっすね。ああ。ちょっと気力が保てなくてオミットした分広くなった。スタビライザーカメラとか連動砲台とか予定してたが、この段階で満足してやめた。そもそもレスキューに使わないっすもんね。それじゃあ、クラーケン退治でもやるんすか？もうちょっと火力を用意したいから。準備ができたらクラーケン退治をしよう。今回はここまで。わおわおわおーん。あれ？茶色か。ショートカット切り替えたじゃないっすか。アババッババ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 ッバ。